喋らんのかい。それも面白いな。今の。もう一回。今の。もう一回行きましょう。喋らんのかい。はい、皆さんこんにちは。クラブコーディネーターの平瀬智之です、今僕が手に持っているもの、これはさて何でしょうということで、皆さんがホームで勝った時に何を楽しみにしてるか、それは V ガチャじゃないでしょうか。今年の V ガチャは、選手全員を揃えるとですね、なんとグラウンドができる。それだけです。じゃあ作ってみます。これはもう黙々と作っちゃっていいんですか。お願いします。はい、平さんこっち向けで作ったそっち向けで作るの。はい、まあそうだね。だからこれはホームで勝た、ね、選手が勝たないといけないっていうことだよね。大変だ選手も。はい、兵道決して俺は暇ではないんですよ。すいませんはい、7。なんか席ってさ、11番のイメージが強いよね。ヒロが疲労を探せ。これベテラン頑張ってるよね、ベテランもね。ベテラン頑張ってるね。はい、仙台出身、メガルタ一筋すごいですよね。去年 J1 300試合すごいね。頑張れよ小さな。健太郎もね、長い間頑張ってるよね、本当にね。プロフェッショナルだこいつは、うん、ゴロこいつはどうでこいつは宴会部長だからさなんかこの前キャンプ行ってさ、こいつは頑張ってるの見てるとさあ、サッカーできるんだこいつって思っちゃったのね。マテさんはもう本当今年もフル回転してもらわないとね、うん、困る人ですから。たくみ頑張れよ。いや新加入のゲです。テレレレテレテレテレレってやつでしょそれなんすかなんか CM になったよねセレスですか キーアンこと監督頼みますよ今年はね。これが出来上がりです。でやばい人数いるんでやばいお金かかると思いますが、ぜひ勝った時はガチガチャで楽しんでいただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いします。